できないものっていうのはごまかさない。正解だからやらなくていいんじゃない。大学に行く価値悩んでんのそれ。ああ、宮沢先生とかは大学の名前とかはどうでもよくて、入ってからが大事なことをなんか毎回言ってるじゃないですか。それを聞くたびにどこでもよくてってなんか考えてしまうっていうか、そう考えちゃいます。なるほどね。正直どこでもいいと思うよ。マジでマジでどこでもいいと思うね。ただどこでもいいと思って勉強せえへんやつに未来はないと思うよ。だから矢沢先生が大学の名前なんてどうでもいいねんって言ってるっていうのを聞いて、それを解釈する人たちに非常によると思っていて、うんうんそうだよね、大学の名前なんて価値ないよね、もう全然そんな大学の名前で自分の価値は決まらないもんねっていう人って、多分まあまあいい大学行ってるし、別に大学行ってなくても、自分のことを肯定できるような努力をしてるはずなんよね。そう思わへん？思います。でも一方で例えば、いやめちゃめちゃ大事やろと、大学の名前で飯食うてる人とか、まああんまおらへんけど、大学の名前がないと生きていかれへんような人たちって何を言うてんねんと言うはずない。いやいや大学の名前めちゃめちゃ大事やろと、大学の名前がなかったらこんな悪いことがあるし、あんな悪いことがあるし、こんなこともできなくなるし、ダメだろうとっていうふうに、それを否定することもできる意見やと思ってるんよね。ただ僕は大学の名前なんて関係ないと思ってますよっていうような主張をしてるだけ。大学の名前なんて大事じゃないから、別にどこの大学に行ってもいいよねって、言ってるわけではなくて、もし俺はその考え方だけど、それでもみんなが大学進学に価値を感じてるんだったら、そこを頑張ること、大学受験っていう目標に対して自分でしっかりと計画を立てて、それをしっかりと毎週毎週遂行していって、目標達成をすることに関して俺めちゃくちゃ価値があることだと思ってんねんか。だから大学の名前は、まあ、俺の中ではどこでもいいし、言ったらスタート地点によって目指すところも違うし、中高一貫でさ、偏差値70オーバーの高校行ってる子とさ、偏差値40ぐらいの高校行ってて高3から受験勉強を始める子やったらさ、そんなん東大目指すって言ってもさ、全然違うわけやん。でももちろんその東大行った方が日本の中やったらトップやし、いいことももちろんたくさんあるし、トップクラスの人間人材が集まるからいいこともたくさんあるけど、じゃあ東大行ったやつが一番偉くて、例えばあんまり名前が知られてないような大学行ったやつは偉くないんかって言ったら、実はそんなことないと思ってるって感じかな。ありがとうございます。出てきました。あ、ほんま。だってさ、東大っていう大学出てるけどこの人全然尊敬できひんなっていう人もいれば、別に中卒でも、あこの人めちゃくちゃ自分に厳しくして生きてきた結果今の実績があるんやなって思う人もいるわけやんか。でも多分、まあ、いずれにせよかっこいいなこの人、素敵やなこの人っていう風に思う人って、多分学歴なんて関係ないって俺が言った言葉に対して、あ学歴なんて関係ないんやったら勉強せんでええわって思ってる人じゃないはずなんよ。それを言い訳にして自分の辛いことから逃げる人になりたいと思わないでしょ。やったら俺が伝えたいことは伝わってると思う。決めたんやったらやれよ男ならっていう風に俺は思うからね。当たり前の基準は上がった？学びに入って。ああ上がりました。なんか最初入って1週目か2週目ぐらいの時に古典の反転テストって45点満点じゃないですか。はいはいはい。とかって、はいはいはい、僕38か7ぐらいでいいと思ってたんですけど、おうおう甘いねって怒られたの覚えてます。そやな、最低43ぐらいにしろって言われて厳しいなと思って、そこでもっと勉強するあ、いやそれめちゃくちゃ大事で、 YouTube もさその3年間見てくれてたわけやんか。当たり前の基準を高く保とうぜっていう話って絶対俺 YouTube ではしてるわけよね、うん、これが受かる受験生の基準ですみたいな話も絶対してるわけなんよね、うん、でも多分その現役時代にそれがまあ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 ぐらいで思ってたから、うん、多分その浪人することになっちゃってる。でもさ、頑張って自分が38点やったっていうのを怒られて、あそれが普通の基準なんやと思って、じゃあ次さ頑張って映像を見て反転やってってしたら、その40点オーバー43点とかって取れる？はい、取れます。取れるやろ。だから、はい、そのそこのほんまにちょっとした爪の甘さがやっぱマジで結果に響くんやんか。最終的に当たり前やん。だってもし38で満足してる自分がずっとおったとしたら、今の43ぐらいが普通っていう自分から見てさ、それやったら
まあまあやばいなと思うでしょ。だから多くの子がそうなってるんよ、はい、YouTube だけ見て、そのまあ YouTube だけ見てっていう言い方悪いけど、とりあえずその情報だけもらってって言って、それで当たり前の基準が自分で高く持てた子はそれで受かるんだけど、どうしてもそこの当たり前の基準というか、受かる子ってこうだよねっていう基準って、俺らもほんまもう10年ぐらいやってるからさ、でそこの基準に合わせに来てや、どうしていくんやったらっていうのはもう絶対ついてきてほしい、はい、最後まで頑張ります。でもこれからまだまだ壁出てくるからな、こんな古典文法やって古文単語も完璧やのになんで読まれへんねんみたいな、なんでこんなやってんのにこんな読まれへんねん、いっぱいあるから、ほんまに基礎を完璧にするというのはそういうことですよ。他に何かありますか？なんか相談したいこととか。新しいことをやるぞっていう時はモチベーション上がるんですけど、復習がなんかどうしてもやる気出ないっていうか、おう、どんなことを思いながら復習やればいいですかっていうか。ああ、なるほど。ちなみにその復習は単語の復習なのか、アウトプット系の復習なのか。単語は毎日回してるんですよ、英文法とかです。あ、でもインプット系やね、それは。まず思想として絶対に意識しないといけないのは、当たり前やけど、できない問題をできるようにするなんよ。まあ、当たり前やけどね。ただ復習の時にやっぱ想像力を膨らませてほしくて、例えば4択の英文法の復習をしてるんやったら、この1問ができたから復習せんでいいわじゃなくて、1問できたけど結局じゃあその選択肢の中に切れない選択肢が出てきたりとかするって言ったら、もう4択あったら1個正解やんか、その中で1個正解で3つとも絶対ないって切れて1個正解にできたのか、1個正解したんだけどこれはないけどあとの2つ悩んで3択の中で1個選んでたまたま正解やったんかっていうのは全然違うやん、これ。だからそういう問題ってちょっと違う形で出されたらほんま運ゲーになっちゃうやんかってなった時に、結局それが俺最近の YouTube で言ってんねんけど、心の声は聞き逃したらあかんくて、切れてないやんって言うたら 33% の戦いを挑んでしまったということは自分が負けてるわけよ、それだって正解やったとしても。の時に次どんな形で出たとしても、そういう同じ形式の問題が解けるようになるためには、1個は切れたけど残った3択の中で、なぜこの2つがダメだったんかっていうのを追求する必要があるやん。それを追求できた時にやっと同じ系列の他の問題が出たとしても対応できていけるようになるわけやんか。だからその復習をする時にどういうことを意識すべきかっていう話やけど、その時に大事なのは、もう結論、できないものをできるようにする。で、できないものっていうのはその自分がごまかさない、絶対正解だからやらなくていいんじゃないっていう、想像力を膨らませて横展開に問題が出てきた時も対応できるための自力をつけましょうっていう、それを意識して復習してほしい。わかりました、ありがとうございます。じゃあ今日はここまでしましょう。 ありがとうございました。よし、明日。最後まで見てくれてありがとう。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。マナビズム公式 LINE では大学別対策の e-book や映像授業を無料プレゼントしているので、概要欄からぜひ登録してください。